新入生の入寮の歓迎会って聞いてきたけど、人が大勢いる場所って苦手だな。スミカちゃんもいないし。でも、アイドルになるんだから、人見知りなんてしてちゃダメ。勇気を出して、誰かに声を。君、どうしたんだい？すまない、驚かせてしまったね。可憐な花が咲いていたから思わず声をかけてしまったよ。飲み物は大丈夫？ありがとうございます。しけ、僕は3年の有村真央、この寮の寮長をさせてもらってる。先輩？寮長さん？私はリリア、1年のカツラギリリアです。リリア、美しい名前だね。海外、北欧の出身かな？はい、スウェーデンから来ました。日本語まだ上手じゃないですけど、よろしくお願いします。よろしく。せっかくの歓迎会だ、楽しんでいてくれたまえ。はい、ありがとうございます。まるで王子様みたいな素敵な先輩でした。一体ここはどこ？まさか学園の中で迷子になるなんて。やっぱりスミカちゃんについてきてもらえばよかった。どうしよう、このままじゃ遅刻しちゃう。リリア？魔王先輩？こんなところで何をしているんだい？迷子になってしまって。確かに慣れないうちは迷うよね。どこへ行くつもりだったの？はい、トレ。トイレか。この廊下の突き当たりを右に。違います。トレーニングルームです。トレーニングルームはトレーニング棟だね。ここは本校舎だから全然別の場所だよ。そうなんですか。急がないと。急ぎなら僕が背負っていこうか。大丈夫です。自分で走ります。そうか、それじゃトレーニング棟まで僕がエスコートするよ。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。もっと頑張らないと。私はみんなより才能がないんだから。このままじゃ置いていかれちゃう。いや、感心だね。こんな時間まで練習なんて。真央先輩。けどもうだいぶ暗くなってきたから寮に戻ろうか。もうこんな時間。すみませんでした。どんどん先へ進んで、私だけ取り残されてしまって。君はまだ1年生だ。焦らずに自分の可能性を模索する時期だよ。でも同じ1年生なのにもうプロデューサーのついた子もいて。大丈夫、君のことを見てくれるプロデューサーはきっと現れるさ。そうでしょうか。僕だって焦ることはあるよ。今年で3年生だからなおさらね。焦る？先輩がですか？僕もまあいろいろあるのさ。
背が伸びなかったり。でも先輩は歌もすごく上手で完璧な王子様で、あのありがとう。そうだね、せめて後輩の前では僕らしく完璧な王子様でいないとね。